本当に強いんですか。でもあなたの今の経歴を聞いてやりたいとは思わない、正直。なんで。だって私より明らかに弱いじゃないですか。おお、ナイス。저희채널에서는일본전국각지양아치들이출연하여1분간혈전을펼치는일본격투프로그램을소개해드린적이있는데요다양한지역의수많은길거리파이터문신양아치등이출연하여실전격투를보여주었습니다또한여성싸움꾼들도출연하여많은에피소드를남겼는데요오늘은일본의여성무도가일진싸움꾼들에대한내용보겠습니다次のグループの方お入りください左方お願いします、ボニーです、SM バーで働いてて今プロ目指して、格闘技してます、戦いたい相手は殴り合いが好きなので殴り合いできる選手がいいです。でもボニーさん経歴すごいですね。20年以上やってるってことですよね、格闘技トータルだと。そうです。はい、では次の方お願いします。ミレイと申します。戦いたい人いるんすけど、いいっすか言って。なんでそこにいんの、マジで。まあ投票で選ばれたからじゃないですか。腹ちゃんと痩せました？はい、どうぞ。なんすかこのプルンプルン、このプルンプルン可愛くないですか。結構これバズったんですけど。で、同じ曲身で。あ、曲身やったんですか。そうす。で、見たことあるんで、同じ会場にも多分いたんで。マジですか。まあだからとりあえずやりましょう試合。本当に強いんですか。で、世界は8位までです。おお。いや、なめてるっしょその顔。だってじゃあチャンピオンですよ、私世界チャンピオン、うん、これですけど。はい、こっち勝つ気で来てるんで。でもあなたの今の経歴を聞いてやりたいとは思わない、正直。なんで。だって私より明らかに弱いじゃないですか。まあ一旦自己紹介全員終わってないから、一旦全員自己紹介を、あの、聞いてから考えてください。自分は岩地とやりたいっす。だから2人戦ってもらいます。あ、ボニーさんと。はい、いますか。はい、あ、オッケーです。彼女と奥のさ、ピンクの靴の方とボニーさんが戦って勝った方があの方でいいんじゃないですか。おい、やりたいなら勝てよ。当たり前だろ。ボニーさん、あ、じゃあ一応来て。あ、なんだよ。はい、いきます。レッ、はい、強い。おお、離してよ。ゴー、はい、はい、ストップ、タイムトップ、いい、はい、30秒、はい、ストップ、離れて、いいよ、はい、10秒前。うわ、ナイス。いい勝負やなこれ。離して、頭気をつけて、はい、ストップ、ストップ、はい、離れて、いいよ。マジで人生買いに来たんで、よろしくお願いします。次の方どうぞ。杉田風花です。私は12歳から空手をやっていて、で17歳の時に極真の全国大会で3位になったことがあります。で、今は3人の子供を育てながらムエタイやってるんですけど、試合も今3試合して今2勝してます。どうぞ。はじめまして、神奈川県から来ました16歳の吉本アンです。現役高校1年生です。
格闘技経験は和道流の空手が4年、キックボクシングが今2年半です。で、試合はまだ出たことがないんですけど、中学2年生から結構やんちゃしてて路上では無敗です。なんで誰が来ても勝てる自信あるんで。そのアピールとか、その戦いたい人がいらっしゃいますか？私、セリナさんと戦いたいです。あ、私もセリナさんとやりたいんですけど、あの空手で多分みんな結構やってる人多いんですけど、多分私が一番経歴的にはこの中では上かなと思うんで。おお、え、ちょっとシャドウしてください。シャドウまあ、空手で言ったら全然確かにすごいと思うんですけど、経歴、まあこの中だったら絶対私が一番空手の経歴あると思うんで、ぜひやりたいです。なんかだから一番奥の女子高生と一番右の人が今戦って勝った方がセリナちゃんで、で、あの赤こっち、いただきます。はい、はい、捕まないよ、捕まない、離す、はい、はい、捕まないよ、離してよ、はい、バリッ、離して、はい、捕まないよ、離して、じゃあセリナちゃん、いろ、次のグループの方お願いします。はよ入れ、させ、痛いっすって、痛いっすって、アデさん痛いっすって、痛い、わかりました、させ、痛いっすって、いや、ちゃうだろ、痛いっすです、ボルク反対、はい、でお願いします。 TikTok か、裏側はヤンキーやね、エイリアン2期の姉、アンリことしつけアンリです。姉さんちょっと声小さいですわ。何が痛いっす、もうちょい行きましょう、声小さいです、姉さん、はい、今回、まあね、いろいろオーディションの YouTube とかも見させてもらって、何やったっけ、なんかヤンキーにいじめられとった、はい、で、なんかヤンキーとやりたいとか言っとったけど、うるせえやりまん、やりまん、誰がやりまん、うるせえアボスで、しゃべるな、あ、もうちょっとこっから姉さん動かれんから、揉めんのやめてください、揉めんのやめてください、でも、姉さんちょっと一回ほんますいません、ちょっと一回休憩、え、でもね、格闘技経験とかあるん、お、アバズレ引っ込んでる、なんでそんなアバズレ言われてんだよ、なんでここでこんなの連れてきてんだよ、なんで私は喧嘩してる気に来てる人に自分の経験を言わなきゃいけないんですか、仲良くするわけじゃないんですけど、威嚇で返せよ、そういう時に、だからやめられんだろ、ルルルルルルル、ちょっと、すいません、ね、ごめんなさい、ごめんなさい、痛い、やろうや、ストップ、はい、いいっすか、ここやって、じゃあやりましょうか、そこお願いします、いいですか、あ、ありがとうございます、トラウマ、もっとトラウマにしとるわ、赤コーナーよりしつきあんり選手の入場です。ただいまより喧嘩道プレゼンツ、ヤンキー嫌いのカラフルコメディアン、ゆうちゃー、リアルヤンキーネキ、しつき
ソロという50キロ契約。やはり入れたくゆうちゃん前に出ていった。突き上げ受ける形でしょうか。さあアリシャンさん、楽しみな60秒始まりましたね。これゆっちゃん勝ったら面白いですね。面白いですね。カンドリさん、ここまで印象両者いかがですか。頑張ってな、大丈夫ですか。どうぞ。ゆっちゃん意外と頑張ってますね。そうですよね、下がりませんね。ゆっちゃんがせっかくに当てていこうとするか。突きは前に出ていきます。ただゆうこさん当てているようにもゆっちゃん見えますね。そうですね、効かないですよね。ちゃんと相手の顔を見て投入するのはゆっちゃんの顔ですね。冷静ですよね。出ましたかね。そうですね、肩で息をしているように見えます突きです。頭を振りながら前に出ていこうとしましたが10秒を切ってきます。10秒。さあゆっちゃんはどうか。さあそしてゆっちゃんが行く。前蹴りが、おダウン取りましたね。ゆっちゃんダウン取りました。試合終了間際ゆっちゃんがダウンを取りました。ただいま判定に入ります。いやゆうこさんダウンありましたね。両者のパフォーマンスですが、どういうふうに女性として目に映りました。そうですね、女性の戦いが一番生々しいと思ってるので、すごく見てて楽しかったですね。はい、迫力もいかがでした。結構その相手の目を見てパンチしてらっしゃるなっていうのが結構印象に残ったので、特にゆっちゃんさんとかしっかり当たってたなって、はい、こっちから見てて思いました。さあここも判定、オーディエンスも青、判定5対0。いじめられてきたゆっちゃんがこの1分の世界で